皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。新聞で読んだんですが、静岡県に初めて夜間中学校ができました。この夜間中学校の名前、県立富士の国中学校といって、4月7日に開校したそうです。教室は2つあって、岩田本校、これは JR 岩田駅近くの商業ビル天平の町3階にあるそうです。そしてもう一つが三島教室は、県立三島朝陵高校の中にあると、この2つが開校したんですね。この中学校で勉強できる対象になる人です。それは義務教育を修了できなかった人と、不登校などで教育を十分に受けないまま、ね、不十分なまま中学校を卒業してしまった人、そして母国で義務教育、これを修了しないまま来日した海外の人と、こういう人たちなどがこの中学校で学ぶことができます。こういう学びたいとか学び直したいっていう気持ちを応援してくれる、この中学校でできたこと、とても嬉しく感じました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。